ストレイキッズ・フィリックス、ビトンのレザージャケットパンツで香港に、平野潮らも、ショーに来場。韓国のボーイズグループ、ストレイキッズのメンバーであるフィリックスが、11月30日に香港で開催された、ルイ・ビトンの2024プレフォール、メンズファッションショーに出席しました。フィリックスは同ブランドのアンバサダーとして、新作コレクションを身につけて登場し、その洗練されたファッションセンスで注目を浴びました。 この出来事は、同ブランドが初めて香港でファッションショーを開催したこともあり、ファッション業界において大きな話題となりました。さらに、他の著名なアーティストや俳優たちも同イベントに参加し、その様子を見せました。フィリップスのファッションステートメント、ルイ・ヴィトンのランウェイに登場したフィリップスは、黒のレザージャケットとレザーパンツのオールブラックコーディネートで、クールな雰囲気を醸し出しました。このスタイリングには、 ゴールドのネックレス、レザーのブレスレット、存在感のあるリングといったアクセサリーが加えられ、ファッションセンスの高さが際立っていました。ストレイキッズのメンバーとしてだけでなく、ファッションアイコンとしても注目を浴びているフィリックスは、ルイ・ヴィトンのアンバサダーとしての役割を堂々と果たしました。ルイ・ヴィトンのメンズプレフォールファッション賞。このファッション賞は、ルイ・ヴィトンにとって初となるメンズのプレフォールファッション賞でした。 同ブランドが香港でのショーを開催するのも初めての試みであり、そのスケールの大きさからも注目を集めました。メンズクリエイティブディレクターのアレル・ウィリアムスが手掛けタコのショーは、昨年のパリでの2024春夏メンズコレクション、ファッションショーに続くものであり、香港のファッション愛好者にとっても特筆すべき瞬間となりました。出席者たちの華やかなファッション、フィリックスだけでなく、 他の著名なアーティストや俳優たちもこのファッションショーに出席し、同ブランドの洗練されたアイテムを披露しました。日本のナンバー、愛の平野耀さんや、韓国の俳優ソン・ジュンニさん、フランスの俳優タハール・ラヒムさんなどが、それぞれ個性的でスタイリッシュなファッションでランウェイに登場し、ファッションの多様性を示しました。これによって、ルイ・ヴィトンのアイテムが異なるスタイルにどれほど適用できるかが比較的に表現されました。 香港での特別な瞬間。香港でのファッションショーは、アジアにおけるルイ・ヴィトンの地位を強化する重要なイベントでした。アジアは近年、ファッションとカルチャーの中心地として急速に注目を集めており、香港での開催はその象徴的な一環となりました。地元のファッション愛好者やメディアだけでなく、世界中の注目を浴びたアーティストたちが集結したことで、香港は1日限りのファッションのメッカとなりました。 パレル・ウィリアムスのクリエイティブな手腕。メンズクリエイティブディレクターのパレル・ウィリアムスは、このファッションショーを通じてその卓越したクリエイティブな手腕を再び披露しました。昨年のパリでのメンズコレクションに続き、香港での開催となった今回のショーは、彼のファッションにおけるビジョンと才能を示すものでした。ウィリアムスのデザインは、洗練されつつも斬新であり、ブランドの進化を感じさせるものでした。 ストレイキッズのフィリックスが香港で開催されたルイ・ヴィトンのメンズプレフォールファッションショーに出席し、その洗練されたスタイルで注目を浴びました。同イベントは、ルイ・ヴィトンが初めて香港でメンズのプレフォールファッションショーを開催したこともあり、アジアのファッションシーンにおいて重要な節目となりました。他の著名なアーティストや俳優たちも参加し、ファッションの多様性が披露された一日でした。 メンズクリエイティブディレクターのパレル・ウィリアムスの手によるクリエイティブなデザインはブランドの進化を象徴するものであり、香港での開催はアジアにおけるファッションの重要性を再確認させるものでした。これからも注目すべきファッションの動向がアジアから生まれることが期待されます。